知り合いと友達の違いは何だと思いますか？これ前も答えたと思うんですけど、一緒にいて無言で気まずさを感じないのが友達で、なんか喋んなきゃまずいと思うのが知り合いなんじゃないですかね。ひろゆきさんにとって友達の条件はあったりしますか？これ全く同じこと先週前回言わなかった？なんか一緒にいて喋んなくてもいい人が友達ですみたいなこと言った気がしますよ。やっぱ他人って気を使ってなんか喋っちゃうじゃないですか。だからお互いに何にも喋らなくなって良くなった時が友達なんじゃないですか。だから僕、ひげおじさん前にいると一生懸命喋りますよ。なんか食われそうじゃん、あの人。腹減ってそうだし。他人と一緒にいるときに無言の時間が辛いと感じてしまい、毎回無理に話題を探したりして気苦労してしまいます。何か考え方のコツはありますか？気を使わなきゃいけない相手と長時間一緒にいなきゃいいんじゃないですかね。ソシャゲとかやればいいんじゃないですか。どうすればひろゆきさんと遊びますか？じゃんけん。はい、グーでした。